見ただけで旅気分、大人の遠足。ご覧いただきましてありがとうございます。本日は山梨県甲府市湯村温泉、2022年プロが選ぶホテル旅館100選で26位に輝いた常盤ホテル。皇室の方々も何度となく訪れている皇室御用達のホテルです。1954年より囲碁タイトル戦の舞台にも使用され、数々の名場面の場ともなっています。2021年8月には藤井聡太さんの将棋タイトル戦も行われ注目されました。まず目に飛び込んでくるのは、海外の日本庭園専門誌で常に上位ランクを獲得しているお庭、そして天井の高い広々としたロビーに驚かされます。まず今お二方がいらっしゃる1階の西館フロントロビー、こちらを離れの回廊にお進みいただいた先の飛翔亭という大きな一軒家建ての建物、こちらの1階の一室三坂というお部屋に係がご案内いたします。こちらのお部屋にはお二方専用の露天風呂のご用意がございますが、これとは別にご宿泊の皆様がご利用になる大浴場は本館の2階にございます。ご利用の際はご足労いただきますが、一度このフロントロビーまでお戻りをいただき、振り返っていただいて左手にお進みいただいた先すぐの階段、もしくはさらに奥にございます黒い扉のエレベーターなどからお2階までお進みくださいませ。また本日のお食事でございますが、こちらご夕食ご朝食ともに大浴場にお出向きいただく道中、同じくお2階のあけぼのの間という個室タイプの会場でご用意をいたします。さてそれぞれご夕食とご朝食スタートのお時間を決めいただいておりますが、何なさいますか。ではご夕食を18時から、ご朝食を7時30分からのスタートでご用意いたします。チェックアウトの時間は11時でございますので、ぜひごゆっくりお過ごしくださいませ。他にも館内の施設やお後利面については失礼いたします。こちら館内の施設等のご案内でございますので、ぜひお目通しをいただき、何かご不明な点やまたお手伝いできる点がございましたら、私どもフロント内線9番までお申し付けくださいませ。よろしくお願いいたします。本日は昭和22年昭和天皇の行幸に使用した歴史ある木造別邸、飛翔亭の一つ三坂に宿泊します。右手側には売店、また後ほど。平安時代に弘法大師空海により発見され、1200年以上の歴史のある温泉。武田信玄公の隠し湯とも言われる湯村温泉、昇仙峡の入り口に位置する甲府の名湯です。源泉は約40度、湧出量は毎分900リットルの弱アルカリ性。離れへの回路を進むと、季節の変化と和の情緒を感じます。夜になるとライトアップされた様がまた美しく、何とも風情があります。その様子はまた後ほど、美しい庭園の様子とともにお伝えします。天皇陛下安在所跡と書いてあります。こちら飛翔亭の三坂というお部屋に滞在します。ガラガラってこういった引き戸の玄関、今では珍しいですよね。大きな玄関です。
広々としたとても明るい純和室です。どこも気になるけど、やっぱり窓の外が気になりますよね。ジャーナルオブジャパニーズガーデニングが選ぶ日本庭園ランキング上位のお庭、小さな滝が目に飛び込んできます。お庭がますます気になりますが、まずはお部屋のご紹介をします。こちらにはソファー、奥には座卓、そしてこちらが露天風呂。大きくてとっても素敵です。じっくり見たいけど、とりあえず先に進みます。藤杭が置かれています。この扉を出ると内湯、ヒノキが使用された浴室は温かみが感じられます。こちらから露天風呂が見えます。私は露天風呂が大好きなので、内湯は使用しませんでした。こちらはソープ類です。洗面スペース。男性化粧品、整髪剤の用意があり、便利ですね。アメニティ。ハンドタオル。カップ、ドライヤー、タオルハンガー、ゴミ箱、脱衣カゴ、こちらはトイレです。広々スペースで嬉しいですね。こちらはミニキッチンみたいな感じです。冷蔵庫の飲み物は無料です。ビールも2本、これはラッキーです。オレンジ、お水、こちらにはカップが2つ、そしてこちらのドアを開けるとまた玄関に戻ります。クローゼットを開けてみましょう。ハンガー、羽織というよりコート、こちらには金庫、こちらには天然素材のカゴバッグ、旅靴下、巾着バッグ、フェイスタオル、バスタオル、タオルはトキワホテルオリジナルです。オリジナルのサムエ、タオルにもサムエにもトキワホテルのシンボル松の刺繍が施されています。浴衣、羽織、女性は色浴衣のサービスがあります。テレビは少し小さめです。
空気清浄機。こちらにもお茶の用意があります。ポット、お水2本、コーヒー、紅茶、日本茶、梅昆布茶。そしてこちらが皇室ご愛用の大倉陶園ブルーローズ。時はホテルからのお願い。コロナ禍、お茶のサービスを中止していて、1階ラウンジでお茶が振る舞われています。グラスワインの試飲ができます。先ほどまで雨模様だったのですが、雨が上がりお庭が素敵です。今日はこちらでくつろぎ空間です。調和の取れた和の雰囲気です。露天風呂、一番気になる場所です。あまりない趣のある露天風呂です。温泉の温度が少し高く、加水して調節をするように言われました。私は源泉のまま浸かりたかったのでがっかりでした。でもこの雰囲気の露天風呂が客室にあるのはとっても嬉しいです。大きめの露天風呂、ほんとゆっくりすることができます。ここからの景色、絵画のようでとても美しいです。こちらにはお茶の用意があります。すごく広い空間、ちょっとぐるっと見てみます。ほんと開放感たっぷり。このお部屋はファミリーで訪れることも可能ですね。玄関に戻って左手の襖を開けるとまた居間に戻るんです。さてこちらはお土産コーナー。ワインも置いています。靴下やレターセット、印伝の小物たち、新しい感覚のインデンのお財布、とっても素敵でした。大倉陶園のブルーローズ、こちらは皇室御用達です。こちらは館内でも使用されているサムへ販売もされています。オリジナルタオル、こちら素敵な模様ですね。伝統を守りながら新しい風も大切ですね。こちらは女性用色浴衣コーナーです。こちらは囲碁の名勝負が行われているエリア。なんとも言えず風情があります。
マイナスイオンをたっぷり浴びて素敵な景色に癒されます。大浴場に向かいます。こちらでもしっかり消毒をして大浴場に向かいましょう。ついつい長湯になってしまうので水分補給をしてから行きます。先に男性大浴場、男性大浴場と女性大浴場、随分と趣が違います。それでは女性大浴場、脱衣場は広々設計でとても開放感があります。こちらでの注目点はドライヤーがダイソンなんです。タオルはお部屋から持参する必要はありません。ライトアップされた夜の様子です。混み合うことはありませんでした。暑すぎずちょうど良い湯加減でした。女性大浴場はヒノキ造りです。こちらはシャワーブース、とてもいい湯でした。アイスバーです。アイス好きさんには嬉しいサービスです。さてお部屋まで戻る途中、お庭も見ていきましょう。天候に恵まれました。小さな太鼓橋があります。日本庭園を散歩するのに大きすぎず小さすぎずちょうど良いサイズです。小川のせせらぎも感じます。鳥のさえずりが心地よいです。鯉も優雅に泳いでいました。小さな滝ではマイナスイオンを多く感じます。紅葉、雪景色、季節によってまた違う表情がご覧いただけますね。お月様がそっと眺めています。夕食の時間です。18時半にお願いしました。こちらでは将棋のタイトル戦などの記録がご覧いただけます。後ほどゆっくりご覧いただきます。お食事処あけぼの、こちらでは個室形式になっています。お決まりの消毒と検温を済ませお席に向かいます。椅子とテーブルクロス、赤と黒で向かい合わせです。お品書きがございます。食前酒は清という相撲で作りましたお酒でございます。こういう大型の
取れまして、それから作りました。あとこちらのお膳の上にはですね、こちらのアミューズを出させていただきました。グラスの方がカリカリインゲンと下にですね、サワークリームが敷いてありますので、こちらをつけながら召し上がってみてください。あと吹き味噌と姫たけのこが右の方にございます。スパークリングワインです。器がとっても可愛らしいです。左側の方から吹きのとうのオイル漬けでございます。こちらは山椒の風味がついております。その次の丸い器の中にですね、うるいの梅肉あいが入っております。でその隣がアスパラの生ハム巻きと、その手前に花びらのように作ってありますのがゆり根でございます。それからその隣にうるいの葉の上にですね、人参とあとウドが乗っております。手前に酢味噌がありますので、そちらにつけて召し上がってみてください。あと、そら豆とタラの芽の揚げ物でございます。お好みのごま和えが入れてございます。左から甲州牛、マグロ、そして柿の葉に包まれているのはキングサーモンとニジマスを掛け合わせて作られた富士の助。こちらから空輸しました。こちらの方本マグロになっておりまして、手前の方が炙りでございます。あと再仕込み醤油というのをご用意してございます。こちらの方も北海道の方から取り寄せてございます。普通の醤油よりちょっと短冊のようなネギでお塩をつけていただきます。富士の助、世界的にも珍しい組み合わせのお魚なんだそう。タケノコの土佐に食感の違いを楽しむため、すべてのタケノコの切り方を変化させているとか。富士桜ポークの角煮、甲州牛をせいろで蒸した蒸ししゃぶしゃぶ、お肉はおかわりができます。ポン酢、ごまだれ、もみじおろし、ネギ、とても柔らかくてジューシー、すごく美味しかったです。ほうとうもしくは鶏五目ご飯とお味噌汁、2種類から選ぶことができます。デザートはいちごのケーキと彩りフルーツです。ごちそうさまでした。品数が多くてお腹いっぱいです。お食事が美味しいとお酒も美味しいし、楽しい時間が過ごせました。ロビー広々しています。こちらはタイトル戦を行った方々のサインです。どうでしょう、お目当ての方はいらっしゃいますか。こちらは大注目、藤井聡太さんのサイン。緊張が伝わるお写真ですね。このようなポスターも将棋ファンには嬉しい展示物ですね。時はホテルでの数々の名場面、名勝負、これからも楽しめそうですね。それではロビーへ降りましょう。こちらではウェルカムドリンクがいただけます。結婚披露宴も執り行うことが可能です。夜の入り口付近、湯村温泉の登り旗が武田信玄公を思わせます。見上げた天井もミラーになって、より奥行きを感じます。夜のカイロです。
ロント内窓から見える位置の庭園、幻想的です。日本庭園の夜のお散歩は初めてかもしれません。ホテル内なので安心安全です。素敵ですね。木々の葉っぱがさわさわと風になびいて心地よいです。樹齢70年のこの木の下で、その昔作家たちが昼間からワインを片手に楽しんだそう。また昼間とは違った景色に出会えました。とっても美しく、静かに癒しを感じました。こちらは離れ、将棋会場付近の様子です。そしてこちらは気象亭。日本庭園の夜のお散歩を楽しむことができました。こちらはペイントハウス甲州、ステーキをいただくことができます。夜の回廊を通ります。お部屋の露天風呂で癒されます。静寂の中、自分だけの癒しの時間です。おやすみなさい。おはようございます。贅沢にも朝のお風呂に浸かります。こちらは将棋の対局が多く行われるお部屋。朝食に向かいます。本日お願いを忘れまして、出来たてのお豆腐召し上がっていただきます。大体時間は5、6分かかりますが、火が小さくなる頃を目安にお召し上がりいただきます。気をつけます。山梨のぶどうでお酢を作りました。お水で希釈しております。食前酒の食前酒として、食前の酢としてお召し上がりくださいませ。いつも旅館の朝食はとっても楽しみです。鮭、かまぼこ、だし巻き卵、新鮮サラダ、マグロの山かけ、肉味噌、煮物、きんぴら、フルーツヨーグルト、手作り豆腐、ほかほかご飯、お味噌汁。ごちそうさまでした。またついつい食べ過ぎてしまいました。
お部屋に戻って時はホテルブランドのコーヒーをブルーローズのカップでいただきます。生信玄餅と一緒にいただきます。11時チェックアウトの時間です。美しい日本庭園で新緑の香りを感じることができました。武田信玄公も愛された伝統ある温泉で癒しの時間を過ごすことができました。どのスタッフさんからも気持ちの良いおもてなしの心を感じることができました。今回は2名2食付き露天付き客室で5万3300円の旅でした。皇室にも愛されている時はホテル、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。